こんにちは、あゆみれいこです。今回は今年の重大ニュースということで、はい、今年あった出来事をねちょっと振り返っていきたいと思います。今年は写真集ですね、写真集を出した。しかも40歳で初めての写真集、しかもそれがヌード、初ヌードということで、まあ、ヌードの写真集私出すなんて思ったこともなかったんですけど、一番嫌な仕事から始めていこうよって言われた時に、はいはいって言っちゃいましたよね、うん、本当だから3分もなかったと思います。3分ぐらいで決断したので、まあ、出来事っていうか、あの1日本当忘れられないんです。多分3月3日とか4日だったと思うんですけど、で3月の末にはもうね沖縄で撮影してたので3週間しかなくて、いや怒涛のような出来事でしたね。もうめちゃくちゃ一生懸命いろんな体作りの努力とかして、ヌード写真集あれよあれよという間に撮って、ほんとあっという間でしたね。7月で、そこからもう7月からもうプロモーションプロモーションプロモーションでいろんなインタビューを受けさせていただいて、いろんな雑誌で出させていただいて、記者会見で囲み取材とかもあって、はい、もう本当に頑張ったと思います。自分の中で今年一番頑張ったこと、やっぱ写真集のプロモーション活動だったかなと思います。賛否両論いろんな意見あると思うんですけど、私はヌード写真集出してよかったなって思うし、これからも後悔しないと思います。今も後悔してないです。うん、あのタイミングで出せて本当に良かったなと思うし、なんかの運のね巡り合わせだったかなと思います。あとね、お世話になった吉本興業さんね、8年間在籍、はい、所属してたんですけども、今年の、はい、2022年の3月に、吉本興業退所しまして、はい、これがまあ結構自分の中で大きな出来事だったかなと思います。辞めた当初は本当に寂しくて、新宿をね通るたびに、ああちょっとなんかこう失恋したようなショック感があったんですけど、これは自分が長年考えて結論を出したことで、やっぱり芸人さんの事務所で芸人さんを売るのが得意な会社だから、私はやっぱグラビア系だから、グラビアやってる人なんて吉本で一人もいないし、ちょっとやっぱりその路線が、うん、目指す方向性がやっぱりお互いこう合致してないんじゃないかなっていうのはもう入った当初からちょっと思ってたんですよ。でも私も結婚と出産と出産と離婚っていうのがあって、5年ぐらいはそんなに活動もできなかったので、気づいたらすごく、まあ、8年っていうね長い期間在籍させていただいて、本当にたくさんいろんなお仕事させていただきまして、はい、バラエティ番組に出させていただいたり、個展を開かせていただいたり、大阪の万博公園で、大きな写真展を開かせていただいたりとか、あとはさまざまなやっぱり子どもたちのねワークショップ、映画祭ですね、沖縄国際映画祭に参加させていただいて、で京都国際映画祭のワークショップに参加させていただいたり、あとねいろんなイオンさんとか、はい、芸人さんと一緒にお仕事をさせていただいたり、もう思い出した本当キリがないぐらいたくさんのお仕事をさせていただいたんですけども、うん、やっぱり自分の中で印象に残ってるのが吉本坂46のオーディション、もうあれがもう一番人生の仕事の中で過酷だったので、あと3日でなんかこの激難しいダンスの振り付けを覚えなきゃいけないみたいな、追い込まれ方っていうのはなかなか今までの人生でなかったので、すごいまあ根性ついたなと思ったし、自分の中の なんていうかな、ここまで私頑張れるんだなっていうのが吉本坂46のオーディションを通じて自分の中のこうどこまで頑張れる人なのかっていうのがこうはっきり分かったので、それもすごい良かったし、あと秋元康先生に歌を聴いていただいた、うん、オーディション最終審査までね行って、はい、うん、直接秋元先生にお会いできたっていうのはすごく
嬉しかったですね。なんかそうカラオケにもいっぱい通って、歌の練習もしたり、とにかくダンスの練習して、ダンスの練習もチアリーダー時代に私が教えていただいてたコーチと、一緒に練習をお願いしてやってもらったりとかして、本当に吉本坂46印象残ってます。まあ、あの吉本興業さんは辞めちゃったんですけど、あのまだすごい吉本の方との交流は続いてるので、芸人さんとかあの社員さんとかあの仲いい人いっぱいいるので、そういった交流は続けていきたいですし、別に辞めたからといってあの何がどうなるっていうことでもないので、同じ業界で頑張っていくだけなので、はい、ただちょっと、まあ、自分の中ではすごく大きな出来事だったなと、思います。あの本当に8年間お世話になってありがとうございましたっていう気持ちです。はい、そして、はい、なぜだか、まあ、ご縁がありまして、元イエローキャブ、そして今の、サンズエンターテインメントの会長さんである野田義晴会長に、その4月からですね、吉本を辞めて、4月から、お世話になることになりまして、はい、あのこれもすごい、あの今考えたらなんかすごい人生の流れってすごいなって思ったんですけど、野田会長といえば、まあ巨乳を作った男、はい、っていうことも知られてると思うんですけど、本当にね昭和の男なんです。ザ昭和の男気のある、もう私の大好きな男気のある男性なので、なんかすごい安心感ありますね。もう業界が50年以上なので、あのなんていうか、もう全部わかってますよね。全部わかってるし、私のこととかもなんか全部見透かすんですよ。だから見透かすからごまかしたりとかできない人なんですよね。で、私も別にそのまんまのあっけらかんとした性格だからこのまんまなんですけど、なんかねちょっとこう自分の些細な変化とかも気づいてくださったりとか、はあ、なんかもう懐が深い、もう海のような男性だなと思いますね。うん、本当に優しいですよ。怒ってるとこ一度も見たことね。確かにあの口は悪いとこありますけど、本当に優しい。怒ったところ一度も見たことないので、はい、なんか私にはすごい合ってる方だなと思います。私の性格からしたら、はい、合ってる。なんか昔肩着の方が私はすごい合うので、合ってるかなと思います。だから本当にそんなにブレイクもあのしなくてもいいから、私はちょっとずつちょっとずつこうやるのが好きなので、野田会長の言うこと間違いないので、野田会長には本当にお世話になっています。と今年日本テレビさんの上田と女が吠える夜っていうテレビ番組に出させていただきまして、こうゴールデンタイムのバラエティ番組、しかも全国ネットっていうのはなかなかないので、有名なテレビ番組に出させていただくっていうと、バーンとフォロワー数も増えますし、知名度も上がりますし、本当にありがたいことだったなと思います。あの結構ねオンエアされてた部分が多くて、カットされてる部分が思いのほか少なかったので、それも良かったし、結構いろんな方が、あ、りょうこちゃん出てたねって気づいてくださったので、はい、すごいありがたいお仕事だったなと思っています。で、お姉ちゃんが小学校1年生になりました。ね、ついに7歳になり小学校1年生になったということで、やっぱりね小学校1年生ともなるとおしゃべりもすごい、すごいもう達者ですよ。何でもなんかやっちゃうし、こんなになんか成長を1年間でぐんぐんするもんなんだなと思うほど、やっぱりね女の子の成長早いですね。男の子の方がまだこう天真爛漫な感じだけど、女の子はなんかいろいろもう大人に近い、ことを言うようになったりとか、すごいおませなので、あ、こんななんか成長したんだなとか思いながら感慨深いですね。来年はまた弟くんが小学校1年生になるので、比較的まあ子育てちょっと楽になるかなと思っています。
そして台湾に3年ぶりに行きましたっていうことで、これは養育費の交渉をしに行こうかなと思って行ったんですけど、元旦那さんとは全く一切連絡取ってないんですけど、台湾のおじいちゃん、子供から見たらおじいちゃん、義父に会いに行ったんですけども、まあ結果的には養育費は0円のままです。もう離婚した以来ずっと0円でそのまんまなんですけど、まあもらえないんですけど、結果的にはまあこれもなんかうまく自分の中で頭の整理がついたっていうか、その台湾に行ったことで実際おじいちゃんともいろいろ話をして、そうやっぱりそれ責任を負うべきなのはそう元旦那さんだから、元旦那さんが払わなかったらもうそれ仕方ないっていうかね、そう本当はもうそんな、なかなか理解しがたいことですけど、まあ養育費払わない人っていっぱい今のご時世いるのでね、まあね、そこら辺は、まあ、自分の中でしょうがない、私が全部その分まで一人で稼ぐぞと思って今頑張ってます。はい、というわけで、まあ、台湾に行って、それで荷物をね全部引き上げてきました。今まで友達のうちに、もう離婚してから5年ぐらい経つんですけど、5年ぐらい置かせてもらってて、まあ、すごい広いお家だったので、新築っていうところにあるすごい広いお家だったんですけど、さすがにやっぱり5年間以上荷物を置かせてもらってるのも忍びなかったし、まあ、私もねそのコロナ禍っていうこともあってなかなか台湾に行けなかったんですけど、今回行ったことで全て自分のホテルの方に宅急便で送ってもらいました。はい、無事全ての荷物を持ち帰ることができました。はい、なので、まあ、また台湾行くと思うんですけど、とりあえずなんか近々のその行かなきゃいけない用事を済ませられたっていうのは、まあ、自分の中でもすごく良かったなと思ってます。はい、そして、インスタのフォロワーが4万人になりましたということで、写真集を出す前かな、前が2万人ぐらいだったんですよ。だから倍ぐらいになった。はい、倍ぐらいに増えたっていうことで、これは本当にありがたいなと思って、皆さんのおかげだと思ってます。で、インスタ、私本当毎日今更新してるんですよね。もちろん、その、1日、なんか1回だったり、5回だったり、なんかすごいムラがあるんですけど、まあ、大体1日1回以上は更新してるし、ストーリー、ストーリーももう1日3回だったり5回だったりこう更新して、まあ1回ぐらいしか更新しない時もあるんですけど、まあ1回以上は更新してるので、頻繁に更新してるのが、まあ、増えている秘訣なのかなと思うんですけども、単純にやっぱり写真集のプロモーションの、関係でインタビューにお答えすることが多くて、本当にいろんなネットニュースに掲載していただけたり、いろんなスポーツ新聞の記事に掲載していただけたり、グラビアを雑誌に掲載していただいたり、そういったメディアの出演が増えれば増えるほどやっぱりインスタも増えていくのでありがたいなと思ってます。なんで今後もインスタ毎日更新していきますので、はい、皆さんどうぞ、はい、皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、そしてあゆみチャンネルが19600人になりました。はい、これもすごく嬉しいんですけど、ほぼ毎日ですね。たまに更新できない日があったとしても365日あったら360本ぐらいは更新してるんじゃないかなと思います。今の登録者数が19600人、はい、ということで、まあ、始めた頃本当は200人ぐらいだったので、それと比べると本当に伸びたと思います。これもね本当に今年伸びたので、一度ね86万再生いった動画が一本あるんですよ。これはなんか私が、ド M すぎて世界94カ国旅元彼全員ドン引きっていうね動画アップしたんですけど、これが86万再生いきまして、この時にねバーンって上がったっていうのと、性欲が強い女性の特徴4選。これも57万再生できました。あと、世界一スケベな国はどこだったっていうのが24万再生できまして。はい。だからやっぱりちょっと奇抜な、語り系の、動画が跳ねた印象ですね。
はい、で今のところ947本動画投稿してます。で約3年ぐらいかな YouTube 始めて、ほぼほぼもう毎日更新してるので大変だなと思う時は確かに時間かかるからあるんですけど、でもすごい、うん、作るの楽しいし、自分で全部撮影して編集してってやってる作業は私好きなので、はい、YouTube は初めて本当に良かったなと思っています。 TikTok のライブ配信を毎日やってたんですけど、まあ、それがある日突然プツってライブ配信切られちゃったのが2回ありまして、それで永久停止になっちゃいました。はい、だからそうライブ配信すごい楽しかったんですよ。コメントを見るっていうよりはリアルタイムでそのファンの方と会話できるっていうかチャットできるので、その機能が私はすごい好きでずっとやってたんですけど、あっという間に1ヶ月も経たないうちにバンになっちゃいましたね。だからすごい寂しい。だから新しくアカウントを TikTok 作るか、または違う媒体でやるか。今年は子供と念願の東京ディズニーランドに行ってきました。これは大したニュースじゃないかもしれないですけど、やっぱ子供とどこかにお出かけするっていうのを毎週末私やってるんですけども、ディズニーランド本当に行きたくて、でもなかなかなんか行く機会もなく、コロナの期間って予約がやっぱ必要だったりとか、あと制限してたんですよね、人数制限してたりとかして、なかなかこうチケットが取れない中、チケット買おうと思ってスマホをチェックしても1時間待ちだったりとかして、スマホの時点でそんなに待たされるっていうね、まあ、それぐらい人気だったんですけど、なんとかチケット取れてディズニーランドに行くことができました。あと子宮の手術したんですよ。私子宮を一部ちょっと切る手術をしたので、まあ、これは子宮頸がんになる手前の段階を防ごうっていうことで、まあ、ちょっと切ったんですけど、これも早期発見が大事だったので、本当に気づいてすぐ高度異形成っていう状態になっていたので、すぐお医者さんに行って入院して手術して、本当に良かったなと思います。まだこれはこれで安心じゃなくて、3ヶ月に1回定期検診して、多分これで一旦は大丈夫かなと思いますので、はい、それも大きな出来事でした。はい、こんな感じで多分10個いったと思うんですけど、まあ激動のね、いろんなことがあった40歳、うん、と41歳、まあ、40歳から41歳になった年っていう節目の年でもあったので、はあ、いろんなことがあったと思います。はい、というわけで今年の2022年、重大ニュースということでやっていきました。皆さんはどんな1年でしたか、ぜひ振り返ってみてください。ということで、この動画がもしよかったよ、参考になったよって方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あゆみれいこでした。